ドンポのバブ作「牛飼いシャペルの日曜日」「1」「俺の名はシャペル」「ここじゃあみんなして俺を牛飼いシャペルだとかおしゃべりシャペルだとかってそう呼ぶよ」「俺の主人のケッペルなんかひどいもんだぜ」「ウッシャー」とか「シャーペーだとかひどく切り詰めてそう呼ぶんだ俺にだって本当の名前ぐらいはあるんだぜ本当の名前はな え,えっとなんだっけな確かあったはずだがな俺の本当の名前はああ思い出した本当の名前はミハイル・シャペル・ガステナーってんだ俺を本当の名前で呼んでくれたのはこの広いインドの国で後にも先にも先代の大旦那のオズベルさんぐらいなもんだったところがオズベル大旦那が俺の本当の名前を呼ぶ時は 大抵俺がでっかいしくじりをした時に限ってのことだったかねおいミハエル・シャベル・ガーストナー今朝言いつけた仕事はまだ片付かないのか一体今何時だ明日の朝までやるつもりか晩飯抜きでもいいのかおった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 そうだったそうだったお前確かダイエット中だったよなついでに明日の朝飯もなしにしておくか 手間具合だとにかくひどいもんだった一度に二つも三つも用事を言いつけておいて何かかんかいっちゃ飯抜きだで朝から晩まで後期使うんだこちたら人間様だぞってやんでまるっきり家畜同然の扱いじゃねえかいや時には牛よりひどい扱いだったねその大旦那のおつべるが 五匹の象の下敷きになっておっちんちまったのは指折り数えて十三年前あれから十三年か早いもんだぜおや今日はおつべるさんの小月命日じゃねえか帰りにラッパ先生でも持ってって墓参りしてやろう 俺の仕事は牛飼いだ「もうしこの仕事について47年だ」「何しろ9歳の時に先代のオツベル大旦那に拾われてドイツのハノーバーの港からここインドのハウラーの町外れ世界に名だたるガンジス川のほとりまで小1時間ほどのところにあるポカロンジャロの牧場に連れてこられたんだ」「あの当時まともに学校に行けてりゃ小学校の3年生だったんだがね」 移民列車の旅の途中で両親にはぐれてストリートチルドレンよ。手のいい人買いに拾われてあっという間に売り飛ばされたってなわけよ。どうです旦那いい出物がありますよ。なんて言ったってこの子は正直ですな誰よりも働き者だってんでオツベルさんに引き取られたんだ何しろ学校にも通わせてもらえず牧場の下働きをさせられた。 人遣いの荒いおつべる大旦那のもとで二十年黙々と働いたよ。二十年文句一つ言わずにねそんなばかりでだんだんと旦那の信頼を得て二十九歳の春に牛飼い頭にしてもらった当時ポカルンジャルの牧場には牛飼いだけでも八人だその中で牛飼い頭に大抜刀 よ一番年若いこの俺がさあの頃は絶好調だったね来る日も来る日もノリノリで働いてさ同じ牛飼いとは言ってもよ牛飼い頭には特別な特権というものがあったんだ毎週日曜日になると元日川の支流のダポン川の川岸にたくさん主を連れて 水を飲ましたり汚れのひどい牛を笑ってやったりする特別の仕事さ何しろ俺は働き者だったから手早くそいつを済ませてしまうのさそれからあとは夕暮れ前の帰り自宅までのんびり気ままにくつろげる唯一の自由時間ああなんという美しい響き自由時間 しかも俺だけの自由時間なんだぜ誰からも怒鳴られもせかされもしない完全無欠の自由時間この俺が丸ごとのこの俺が俺の人生の主役として君臨できる自由な時間なんだぜどうだいあんた自由時間持ってるかい大つベるときたら大したもんだこの話聞いたことがあるだろう 実際、大したたんだったぜ。あの旦那って人はよ肝が据わっていてねああいう人のことを言うんだろうな太っ腹の御人っていうのはなそれに比べりゃ一人息子のケップルと来たら大違いよやつは正真正銘のビビりだしケチンボウだし第一考えてることがちっちゃくていけねえや経営のスリム化だとかでよ いっそこの際牧場を全部閉めてゴム抜きのプランテーションだけにしようかなんで規模縮小計画を考えてるんだとんでもねえこった万万が一そんなことされてみろ若くして牛飼い頭に抜擢されたこの俺の17年間味わい続けてきたこの俺の黄金の自由時間がなくなっちまうじゃないか規模縮小だなんて考え方 俺は絶対反対反だねおい牛ども聞いてんのかよこの俺の話をよフ大詰めるときたら大したもんだ稲苔機械の6台も据えつけてほら牛バカ牛そこの右から3番目と4番目くっちゃくちゃくちゃべてんじゃないちゃんと人の話を聞け。 ならだ,だからお前たちはいつまでたっても牛にしか生まれ変わってこられないんだっつうの。はあ、まあいっか今日は天気もいいし気分もいいから昔話しそびれたところを聞かしてやろうあの有名なオツベルト像の物語をよ俺があの話をした頃の牛たちはな お前たちよりもはるかにお利口さんでな。耳をそばだてて俺の話を聞いていたもんだ。それはつまり俺の語り口の名長しに聞き惚れていたってことなんだな。え？なんだい？おつべると象の話ならよく知ってます？おじいさんから聞きました？だあ？何何？一つ質問があるんです。てか、ふーん。 お前賢そうな顔してんな年はいくつだえ何 ?1 歳あそうか1歳よしお前中心に話してやるからよく聞けよああお前の質問はあの第一日曜と第二日曜の話の続きがなんで第三第四と2週間飛び抜けて第五日曜になったのかってんだろえなんで分かったんですかってかははははは。<laughs> お前の顔にちゃんとそう書いてやらあ実はなその理由はなえお釈迦さんの誕生日の花祭りがあったからその準備に追われていたんでしょうってかへ,へへへへお前なんで分かったんだ何俺の顔にそう書いてやるってかお前つくづく頭のいい子牛だな名前なんてんだ私の名前はミハエルって言います へえへへへへ賢そうな名前じゃないか。4おつべる旦那は小文王な人だったよ。まあ世に言う親ばかちゃんりんを絵に描いたような人だったね。かほ子に育てられた一人息子のケッペルが19の年だった。祭りの晩に広場で見かけた村長の末娘に一目ぼれよ。 あの子をどうしても嫁さんに欲しいと言い出して聞かなかったそれならばってんで相手の親子の意思も確かめないうちに早速新居を追ったてちまおうっていうことになった全く頭のいいおつべる旦那のやることは手回しがいいや何でもな新月の晩に切った木には精霊が宿るから縁起がいいんだったよみそこから新月にかけて3日間というもの 俺たちは牧道は森に木を切り出しに行かされた稲こ木小屋の奥隣に突貫工事で土台をこさえ柱を折ったてて屋根周りをこしらえてたちまち吾妻屋みたいなもんが出来上がりこれで俺たちもほっと一息つけるかとぬか喜びをした昼下がりだったあの白蔵がやってきたのよつぶらな瞳の白い象の子供だったぜ。 オツベル旦那は度胸を据えてこう言ったずっとこっちにいたらどうだい白蔵はケロリといてもいいよと二つ返事だ交渉成立白蔵はもうオツベル旦那の財産だわなというわけで息子のケッペルの新居は急遽造語小屋へと設計変更よおかげで俺たちの三次のお茶ははしられたまあ 俺たちにしてみりゃ息子の新居だろうが造語屋だろうがおんなじことださっさと済まして晩飯食ってベッドに入りたかったぜ睡眠不足も限界だったそれでも俺たちはまだマシだったのさかわいそうだったのは鍛冶屋のハンスとガンスとドンスの3人兄弟さあいつらその晩も徹夜だぜ何しろ緊急命令 明日の昼まで2 0 0キロの鎖と400キロの分道具を作り上げろ一体何のためにそんな化け物みたいな鎖と分胴を作らされるのか分かったもんじゃないがおつべる旦那の指図だもの誰も嫌だとは言えないのさその晩おつべる旦那も自分の部屋で何やら作り物を追っじめた「ブリギータとハリコガミと赤いペンキを今すぐ持ってこい!」。 だってよ一体何を作ってたのかは次の日の午後造語屋で種明かしされたのさまったくおつべるときたら大したもんさ5次の日の昼下がり鍛冶屋のハンスとガンスとドゥンスの三人は 100キロの鎖と400キロの分道を作り上げ青い木と一木で目を白黒させながら荷車を押してオツベル旦那の部屋の外に来たオツベルも徹夜で作った力作のブリキの時計と張り子の靴を荷車に乗せると造語屋に向かったオツベルは琥珀のパイプに新しい刻みタバコの葉を詰め火をつけると ううまそうにっぷくし「おいお前は時計はいらないか?」と顔をしかめて白蔵にこう聞いた。ブリキの時計とハリコの靴とその飾りと称する鎖と分道を守備よく取り付けた大椿と鍛冶屋の三人兄弟は遅い昼飯も食べずにそのまんま自分のベッドにもぐずり込んだ。ふと見上げると天井より少し西に傾いた辺りの空には二日目の月が。 ぼんやりととぼけた明かりを眠そうに放っていた象小屋の中では白象がうれしくってたまらないというふうにぐるぐる歩き回っていたまた次の日だオツベルとしては珍しく朝寝坊して目が覚めたのは昼過ぎだった たったの一晩であの大きなブレキの時計とヤクザな張り子の靴を一組仕上げたのだもの。やっぱだ疲れていたんだら。ところがさすがオツベルだ。ベッドから「ふっかーっ!」と叫ぶような気合いもろともガバッと跳ね起きた時にはもうすっかりいつものオツベル100%だった。すまないが税金も高いから今日は少し川から水を汲んでくれ。 象は目を細くして喜んでその昼過ぎに五十だけ川から水を汲んできてナッパの畑にかけたその象の働きぶりに「こりゃ思った以上に稼げるぞ」とオツベルは満足そうに北曽縁だ三日月が昇ったその晩は藁を十把食べさせたその次の晩は葉っぱの藁束を。 そのまた次の晩は7羽のわらばで6日7日8日の2晩はたったの5羽のわらばで上限の月が昇った9日目の夜なんかはただの4羽だぜいくらなんでもひどすぎら。しっかり食わせなきゃ働く元気は出やしない仕方がだんだんひどくなったから象がなかなか笑わなくなった 時には赤い竜の目をしてじっとこんなにおつべるを見下ろすようになってきたそりゃあ理不尽に憤り恨みつらみや憎しみに燃え上がる炎のまなざしだったその赤い竜の目の視線に耐えかねてそそくさと背中を向けたとしてもなおも突き刺してくるような冷たいまなざしだった おつべりだってそれは十分感じ取っていたはずさ。白象も時には人を恨む心や怒りの心がメラメラと自分の中に燃え上がるってことを知ってしまった悲しみに打ちのめされていたにちげえねえ。たくさんの仲間が助けに来てくれてとらわれの身を解くことができた時白象が 寂しく笑ったのはそのせいだと俺は思うね。おやまた川に入っちまった。コーラ自力であがいてでも出てこい。生き延びろ。